佐藤さん来てたよね最近。この間白髪抜いてんの見ちゃった。どこで？トイレ。30過ぎて童顔っていうのも考えもんだよね。あんたもだけどな。考えもんだよ。ねえねえ、接待って受けたことある？ないよ。なあ。ないない、そんなの。あれってどんな人が受けんの、接待って？それはなんか権力握ってるやつしょで、お主も悪いよのとか言ってるやつ。それ痛いよ。痛いな。なあの。あの帯引っ張るやつね。そうそう、くるくる回るの、それで。え、回される方なりたいの？あれ、それおかしいわ。大変だ。何やめたんだ。なんだっけ、友がね、気付けたらしいよ。したことないんだしさ。したことあるかどうかの問題じゃないでしょ。問題だよそれが。え、なんで？なんでじゃないよ。私だってね、そりゃ憎いよ、キラが。抗議の措置も間違ってると思うよ。だけど実際に、例えばキラ邸に打ち入って、それでキラの首が取れなかったら、本当に笑いもんじゃない。正論だな。え、そうか。そうでしょ。あ、じゃあ佐藤さんも何もしない派？い、私はね、こいつ日和見派。え、何それ。違うよ、意見なし。違うって。じゃあ言ってみなさいよ。あ、そういじめんなって。私はさ、大石さんに任せた方がいいと思うな。何？意見ないじゃん。そんなことないよ。過労に任せるっていう意見でしょ。それは意見か。なんだろ。意見だよ。なんだかな、ね。決めたの？まあ親戚頼って江戸に出ようかと思って。士官の口探すにしても江戸の方がいいからね、何かと。じゃあ大橋さんは全然籠城とか討ち入りとか考えず。何それ、そんなこと考えてたの？私じゃなくてね。大橋さんのとこは士官の当てもあるからいいけどさ。え、田中さん考えてんの、そんなこと。まあね。すげえな。そりゃ考えるでしょ、こいつ。いや、全然考えなかった、私。おいおい。考えた？もちろん。だって、佐々木さんなんて、打ち入りだよ。そうそう。その打ち入りって、何？キラ邸に打ち入るの。ちょっと現実感ないでしょ。ああ、まあ面白いけどね。お家最高でしょうね。そうだね。佐々木大学様に、お家を再興していただく。それは目的じゃないでしょ、あなたの。え、どうして？お家再興して、でそこに仕官したいってことでしょ、あんたの場合は。違うよ。そうか。まあまあまあ、まあそうだね。お家再興が一つと、それから仕官っていうのも目標だよね。きちんと再就職して家族を幸せにする。それはちょっと外してほしいな。まあまあ、でもさ、仕官して仕官先で立派に忠義を尽くして阿公の武士の名を上げるっていうのもありでしょ。それはでも時君に仕えるってことになりませんか？そうかな。まあ、私は少なくともそう思いますけど。時君は今は選択肢として上げてるんだから。この点はさ、議論がないと食べて通れないじゃない。だからそういった点まで含めて無前提に議論をしていかないといけないわけでしょ、こういう時は。みんなだって完全に無前提に議論なんてできるのか、人間が。そういうことを言ってんでもなくてさ。分かった分かった。まずそれを議論するにしても、もう少しご家老の話を聞こう。そうだそうだ。はい。
どうぞ。なんだっけ。じゃあ籠城と討ち入り両方ってのはどうですか。え、両方もこの際一気にバーン。お前ね。え、ダメですかね。それはダメでしょ。さすがに。いや、真面目に。阿公で籠城しといて、こっちに日本人の注目を集めといて、それで江戸の人間が討ち入り。まあね、話だけならうまくいきそうだけどね。討ち入りってさ、単独でやっても成功の可能性低いと思うんだよね。あ、それは私も認めてはいるんだよ。でしょ。じゃあ認めた上でね。でもあえて討ち入ろうと。うん、それはわかるけどさ。あれ、ダメですかね。うん、無理でしょ。無理を通すのが武士道でしょ。お前それ違うよ。武士道まで議論がいくとな。ちょっとそれはある程度のところにしとかないと、まあいいでしょ、それは。え、いいって。まあ、武士道はそれぞれの武士道でいいです。どうせよくわかんないんだし。よくわかんないっていうのはどういうことですか。いや、もう関ヶ原から100年も経っててさ、戦わないんだから、私たちは。そういう感覚がなくなっちゃってんだから、完全に。言っても無駄だよ。無駄っていうか論理だけになっちゃうでしょ、どうしても。まあそれはいいです、精神論は。でも努力してダメだったらやらないってのでいいですか。ん、頑張っても無理そうならやっぱり打ち入らないってのでいいですかね。それはどうだろう。私、犬死にとか無駄死にとか嫌なんですよ。でもそれちょっと都合良すぎんじゃないの。いや、だからすいませんけど籠城とかは全然賛成できないんですよ。いや、まあ私も気持ち的には籠城より打ち入りかなってなってきてんだけどさ。でしょ。待ってよ待ってよ。だって打ち入りなんて非現実的だって話だったでしょ。だってそんなの今の私たちの状況自体が非現実的じゃん。そりゃそうだけど、藩が潰れるなんて思ってなかったでしょ。うん、私たちもう何でもなくなっちゃうんだよ。もうすぐ明日からでも。そうだね。でしょ。どうしたの佐藤さん。いや、ちょっとなんだかね、いろいろ考えちゃって。